どうも皆さんこんにちは、セーザーライダーのチャンネルへようこそ。今回はアメリカのノンシンのシリーズを紹介したいと思います。こちらはものすごく美味しそうで初めて食べるカップ麺です。それはこちらです。ノンシンチャパグリの紹介です。ジャジャンヌードルズ、ジャージャー麺ですね。With spicy seafood flavor。 辛いシーフード味。レンジで5分30秒でできます。値段は3ドルぐらいでした。日本円で約340円。後ろの方に作り方が書いてあります。ソースミックスが2つあって、 280ml のお水を入れて5分30秒レンジで温めるんですね。それでは開けてみましょう。麺があって、ソースミックスが2つあります。それではお水を入れてレンジで5分30秒温めます。なんかこのジャージャー麺の香りが結構いい、なんか辛くて酸っぱそうな香りがしますね。いただきます。結構辛いで、シーフードの味もちゃんとします。魚の味ですね。海の味もねちょっとします。ヒリヒリ感があって舌が痛いです。韓国の味っていうのがねちゃんと伝わります。ソースに力がありますね。炒めた玉ねぎとか入れたいですね。点数は75点にしたいと思います。辛さがねちょっと多めで、ヒリヒリ感がちょっとやばかったです。最初食べた時シーフードと辛い味が来るんですけど、そのすぐ後にヒリヒリ感が来て舌が痛くなります。一番好きだったのは麺の食感でした。こちらおすすめします。もし見たら買ってみてください。結構変わったカップ麺ですね。ノンシンチャパグリの紹介でした。次回お楽しみに。じゃあね。